皆さんこんにちは。神戸ハーバーランドで行われております神戸元気祭り2022の会場からお送りしておりますキャッチプラス特別配信始まりました。ということで今日はですね、この会場に木曜レギュラーの井川圭さんと金曜レギュラーの浦里恵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、お天気もっと良かったですよね。ね、本当晴れましたね。そうそうそう、これからねどんどん天気が良くなってくるということで、はい、2時間ライブ配信していきますんでね、ぜひお付き合いいただきたいと思います。そしてお二人の他に今日はですね、はい、サンテレビガールズ5人とサンテレビガールズ OG 2人にお越しいただきました。いやー、若いって井川さんいいですね。いいですね。ね、先ほどもステージでダンスも踊ったという5人とね、かつてダンスを踊っていたというお二人にもこの後登場していただきますので、皆さん最後までご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、実は神戸祭りが第50回を迎える予定だったんですけども、コロナの影響で3年連続延期ということになりまして、今日はこの神戸ハーバーランドで、大体イベントとして神戸元気祭り2022が行われているんですけども、ちなみに浦里恵さんは神戸祭りお越しになったことありますか？神戸祭り、そうですね、ちょっとあまりゆっくり立ち寄ったことはないんですけど、はい、毎年楽しみにしてます。ですよね、はい。まあ、本当だったらね、フラワーロードをこういろんな団体が ね、サンバとかね、パレードするんですけども、今年も3年ながら延期ということで、井川さんは神戸祭りというのは？そうです、行ったことはないですが、ニュースとかでちょっと見たことはありますね。あ、なるほどね、はい、もう本当にね、井川さんと言いますと、あのフラワーロード、パレードしたことあるんです。そうなんですか。そうですよ、はい、実はですね、浦里恵さん、2003年、タイガースが優勝した時、18年ぶりに優勝した時に、御堂筋と三宮のフラワーロードパレードしたって、井川さん、その当時のこと覚えてます？そうですね、あの大雨で、もうずぶ濡れで、風邪ひくなと思いながら、はい、でも、はい、実はね、あれ、御堂筋の時は土砂降りだったんですけど、はい、三宮の時は雨やんでた。あ、そうなんですね。今日みたいな感じで。おお、じゃあ今日も晴れますね。ね、間違いなく。もうこのまま晴れていくと思います。はい。井川さん、その当時どうだったんですか？そうですね、まあそんな雨とか、まあ、天気悪い状況でもたくさん、あの見てくださった方がいらしたんで、やっぱりこう応援されてるなという感じはしましたよね。ああ、そうですよね。浦里恵さんも18年ぶりのタイガースの優勝だったんですよ。そうですね。ね、もう熱狂的なタイガースファンの皆さんが大阪と神戸に集って、はいはい、もう皆さんを祝福したと、ね、さっきもね、ファンの方も来られてましたもんね。そう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 、ね、現役のファンの方も、そうなんです。今日はですね、実は浦里恵さんはもう本当に神戸生まれ神戸育ちのインフルエンサーなんですけども、そのインスタライブも同時にね、はい、してくださってますので、はい、YouTube をご覧の方はぜひ、はい、浦里恵さんのインスタライブも覗いてみていただきたい、はい、そうですね、インスタライブちょっと初めてで、そう、実は初めてらしいんです。はい、ちょっと緊張します。うん、なんかこう加工とかできてない、ちょっとあんまり呼びたくないんですけど、いや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 、怖いですね、アップがちょっと怖いですね。はい、こういう感じで映ってます。はい、ということで、はい、浦里恵さんのインスタライブはもうちょっとしたらあの、ね、ストップするんですけども、はい、あの両方でね、はい、楽しんでいただきたいな、はい、でインスタライブだけ見てるという方はぜひ YouTube の方に切り替えていただきまして、はい、ぜひ YouTube の方もチェックしてください。お付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、さあ、ではあのいきなりではあるんですけども、はい、ここでね、ちょっとサンテレビからのお知らせを入れさせていただきます。はい、実はですね、4月からおっさんの店というのを、去年以来、オープンしているんですけども、このほどこのグローブがね、まもなく発売されるということで、去年も、投手用と内野手用とキャッチャーミットが発売されたんですけども、すぐ完売。で、これ浦里恵さんいくらすると思いますか？36,000。あー、高いですね。もうちょっと高いです。井川さんいくらだと思います？5万ぐらい。はい、惜しいです。5万5,000円、税込み5万5,000円で、はい、間もなくですね、おっさんの店で発売される予定です。で、今年はですね、井川さん、はい、実は左投手用が新たに発売ということで、はい、はい、井川さん右の手にはめていただきました、はい、どうですか、付け具合は？あ、いいですね、フィットしてますし、うん、革質がいいですよね。そうなんですよ、はい、これね、あの加古川のあの工房で職人さんがもう一つ一つ丁寧に手作りしてくださったものですから、5万5,000円するという、
本革ですね。かわいいですね。なんか飾ってみたいな。飾り用でもいいですし、はいはい、実際にあの軟式用なんですけどね、はいはい、使っていただくことも可能という。かわいい。サイン。あ、そう。実はね、おっさんのサインがあるんですよ。おっさんのサインじゃないですか。おっさんのサインも入ってますね。おっさんサインあるんや。うん、リガさん、あの手抜いていただきますと、はい、この中にもおっさんが刺繍されているということで、細部にまでね、こだわっておりますので、気になる方はですね、発売日等々はおっさんの店の公式ツイッター、それからサンテレビのホームページで発表する予定ですので、逐一チェックしていただければなというふうに思います。こんにちは。あ、どうもこんにちは、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。昨日ね、ニュース見たんですね。はい。で、井川さん、あの、これ実際ね、井川さんはグローブされる時で、これ普通柔らかくとかするんですか。はい。もうどうやって使ってたんですか。自分はもうそのまま試合で使いましたよね。硬いまま。そうなんですね。硬い方がこう投げやすいっていうか、だんだんと柔らかくなる感じですかね。投げていくうちに。あの普通一般的にはあのグリースで油とかを塗ってこう柔らかくして加工してから使うんですけど、井川さんはそのまま。そうですね、あの油とかは一切塗らないというか、ボールについてしまうと細くなったり滑ったりするんで、はい、あ、そうなんですね。ちなみにあの井川さん現役の時に使ってたグローブってお値段どれぐらいだったんですか。あ、値段ですか。値段つかないですよね、もう。あ、どうですか。プロ用はでも本当5万以上してますね。はい。で、それはもう井川さんの手にちゃんとフィットするように。そうです、はい、全部形から色から、そうですね、大きさまで全部、はい、オーダーです。なるほど。こちらのグローブはもうあの一般的な、形になりますので、気になる方はですね、ぜひ、おっさんの店ツイッター、それからサンテリーホームページチェックしてみてください。いきなりお知らせで失礼いたしました。はい、ということで、まあ、キャッチプラスの特別配信ということでね、お二人にも、はい、ブラニエさんは今年の4月から、はい、で井川さんは去年の4月番組のスタートから、はい、お世話になってますけども、まず井川さん、はい、1年間、はい、こうキャッチプラスやってみて、はい、どうですか。そうですね、普段自分こう表に出ないっていうか、あんまりテレビとかにも出演なかったんですけど、で去年からやらせていただいて、まあ、いろんな共演者の方、芸人さんとかと一緒にやらせていただいて、こういろんなこう技術っていうか、話術っていうか、すごいなと思いながら勉強させてもらいましたね。はい、あの例えば身についたなっていうこととか、はい、こうやってて、あ、こうやったらいいんだなって思ったの。あ、まず食レポがあって、はいはいはい、食レポでまあただ食べるだけじゃなくて、まず見た目からこうアピールするっていうか、で匂いからこうなんか順序があって、はい、あ、やっぱ違うなって、芸人さん上手だなと思いました。なるほどね。でもね、フラリエさん普通ね、井川さんもう野球選手じゃないってことだと、そっちの分野ではもう全然プロでもないんですけど、あのテレビの分野ではね。そうですよね。でもそうやってこう技術がどうとか、そういう風にやるんだとか、はい、私もちょっと学ばせていただきたいですね。で、フラリエさんもあのインスタグラムを中心に、まあ、神戸とか兵庫の美味しいお店とかを発信されてますけども、はいはい、食レポ的なこともね、当然文章の中に入ってますね。そうですよ、文章で書くんですけど、やっぱりね、テレビとかってなかなかしっかりしないので、ちょっとこれから学ばせていただきたいですね。あ、そうなんですね。井川さん、どんどん教えてください。先輩、よろしくお願いします。大した技術ないですよ。で、あの、本当にね、昨日は、はい、あの井川さんとドラフト同期の坪井さんという、タイガースの先輩がね、はい、一緒に共演だったんですけども、本当に昨日楽しかったですね。そうですね、やっぱりもう昔から知ってるんで、はい、あ、で、これがね、昨日の様子なんですけども、はい、はい、坪井さんはあの、はい、社会人からタイガースに入った、はい、井川さんは高校出てなんで、年齢的には6歳違いなんです、はい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 、でも、まあ、ドラフトでは一緒に入ったというところで、すごく仲良くされてて、ね、改めてどんな先輩でした。いや、もう最初からも一軍選手、はいはい、即戦力で入ってるんで、はい、あのもう全然違うんですけど、自分とはもう1年目から活躍されて、活躍してるのに寮に帰ってまたこう打ち込んで、夜中打ち込んでバッターで、はい、もうすごいなと思いました、ね。あの選手たちはあの古風層というね、最初入った年は寮に入るんですけど、坪井さんも社会人1年目でしたけども、はい、まあ、ルーキーということで、そうですね、寮に入るというところで、まあ、あのだから高校出た選手から、はい、その社会人出た選手まですごい幅広いね、年齢層の方が、ご夫婦層というところで過ごすんですけども、
井川さんはその当時はまあファームで、はい、まあ、そうですね、自分はもう1年目は全然試合にも出てなかったんで、ずっとトレーニングして、はい、真面目に生活してました、はい、で、まあ、ファームっていうのは基本的にはお昼に試合が出てなんで、まあ、夜結構早く寝るんですね。そうですね、やることがないんで、はい、何時ぐらい寝るんですか。もう10時ぐらいには、はい、出るんですけど、坪井さんも本当に夜中12時ぐらいから打ってるんで、その音は聞こえるんです。聞こえながら出る。聞こえながら、でも自分はゲームしながら遊んでましたね。1軍の試合っていうのは、まあ、6時試合開始で、大体まあ9時、10時ぐらいに終わって、でそこから帰ってきて、なんで、まあ、夜12時ぐらいにバッティングをするんです。井川さんはゲームをしてる。そうで、ちなみに何のゲームでしたか。ファイナルファンタジー7。ファイナルファンタジー7。これね、あの昨日なの事前配信でお話して、本場ではね、言わなかったんですけど、あのファイナルファンタジー7は当時、プレステで、ね、プレイステーションで出て、はい、もうすごい革新的なゲームだった。そうなんですよ。ゲーマーさんやと。そうです、ロールプレイングゲームっていうの、はいはいはい、あのレベル上げとか行くじゃないんで、はいはい、ずっと気長にずっとやってられるタイプだったんで、はい、今もされたりするゲーム。今もやってますよ、はい、今何のゲームなんですか。今ドラクエウォークとかですね。なるほど、はい、今もうスマホのゲームの中心ですね、はい、ということなんですね、はい。で、浦上さんもさっきから井川さんの話、はいはい、なんかこうチンプンカンプな、ちょっと野球のこと本当に全然わかんなくてなんですけど、はい、でもすごいさっきケンさんに本番の前にすごい選手だったっていうのを聞いて。そうなんです、ね、伝説のピッチャーです。はい、でこちらがですね、あの浦里江さんの出演の様子です。檜山慎二郎さんも、はい、実は井川さんと同じ時期にプレーされてました。そうなんですね、はいはい、タイガース2003年、はい、2005年の時の優勝メンバー、すごいじゃん。私すごいメンバーと共演させていただいてますね。そうなんですよ、だから僕も含めてそうなんですよね、はい、僕ももうまさかあの当時あれだけ活躍していた選手たちと今こうやってキャッチプラスで一緒にできてるっていう夢にも思わなかったですね。昨日はね、坪井さんも出ていただきましたし、まあ、どんどんね、これからもタイガースの大関の方も、お呼びしたいなとは思っています。さて、浦里江さんの話に、いきたいと思うんですけども、はい、まあ今はね、インスタグラムを中心にいろいろ発信されていますけれども、はい、主にどういったことを発信されていますか。そうですね、神戸のグルメ情報だったり、あと観光スポットをご紹介させてもらってます、はい、地元目線なんですけど、まあ、ちょっと私B さんなんで、はい、まあ、新しいお店とか人気のお店はもちろん、あとちょっとマニアックな、ほうほう、はい、ちょっと地元民しか知らないようなお店とかも紹介させていただきます。そう、確かにね、はい、もうラリエさんのインスタグラムを見てますと、はい、まあ、ほぼほぼ毎日も更新されてますよね。そうですね、もうね、雑誌の1ページかのような写真がね、結構たくさん出されてて、いや、もう見たら行ってみたくなります。あ、本当ですか、嬉しいです。で、これね、見てください、岩田さん。綺麗ですね。あ、嬉しいです。これ、浦里江さんが撮影してるんですよ。すごい、どうやって撮ってるんですか。面上げてこう片手でこう撮ってるんですけど。自分で。そうなんです。自分で面上げて。はい。たたこ橋とか行ったら手伝ってもらったりするんですけど、はいはいはい、これは自分で、そうですね。で、これ今一番おすすめのお店なんですよ。おお、はい。これまさに朝投稿したばっかりで、はいはいはい、本当に神戸駅ですね、サンテレビの近くなんですけど。そうなんです、ね。はい。神戸駅から。うん、神戸駅から、はい、ほぼ5分ぐらい。そうです、これね、カンビーノさんのお店で、はいはい、バールなんですけど、うんうん、はい、これ夏限定で出る冷製カルボナーラですね、はい、めっちゃ美味しいです。これもうこの3年連続食べてるんですけど、はい、もうこの最近ね、ジメジメちょっとベタベタしてきたので、うん、ちょっと冷たい麺食べたいなと思ってたら、ちょうど3日前に、はい、スタートしたばっかりで、じゃこれひんやりしてるんですか。そうなんですよ、卵と生ハム、はい、生ハムと、はい、乗っててカルボナーラのクリーム、はい、で乾麺と生麺選べるんですけど、はいはい、私はちょっと個人的に生麺が好き で、ちょっとソースをめちゃくちゃ絡めて、はい、食べるのが最後ソース余ったらちょっとバケットとかにつけて、はい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 、もうソース最後まで楽しむっていう感じ。生麺って美味しいですもんね、はい、美味しいですよね、終わりしててね、はい、で、こちらは、あ、そうですね、これは、はい、フリットですね、はい、はい、なんかパスタ以外にも、はい、イタリアンのメニューもあるんですけど、はい、これイタリアンなんですけど、日本酒にも合うんですよ。え、はい、日本酒もすごい多くて。あ、そうなんですか、はい、厚感、日本酒も置いてある。置いてます、はい、日本酒とワインが置いてて、おしゃれ、はい、苦手なんであんま飲まないんですけど、はい、結
構お酒好きの方に。これは酒蔵です、ね。そうですね、これは酒蔵行きました、ね。今日そうです、ね、朝から3つぐらいインスタ更新してて。あ、そうなんです、ね。です、ね、今日更新したばかりなんです、ね。今日更新したばかりなんですね。はい。そうですね、これ酒蔵見学に、はい、行きました。で、あの奈良のこの前上げてらっしゃった50mのカウンター、はい、はいはいはい、あの新しい最新スポットですね、はい、はい、あれ、あそこどうでした。あそこね、ゴールデンウィークにオープンしたんですよ、はい、振りかけにオープンしたんですけど、もう私行ったら3時間待ちで、もう写真だけ撮って帰ったんですけど。3時間待ちですか、はい、もう初日は500人ぐらい来られたみたいで、はい、まあね、井川さん、だいぶもう、こう、はい、緩和されてきて、はい、出かけられるような状況にも、ね、はい、なってきましたので、ね、はい、実際こう、ラリエさんの写真ご覧になってどうですか。いや、めっちゃこう、写真写りがいいですし、すごい美味しそうにこうね、撮ってらっしゃるんで。ありがとうございます。あと、うち、結構神戸には住んでるんですけど、はいはいはい、どこ行ったらいいのかなって、はいはいはい、食事に、ちょっと、あの、はい、チェックしました。本当に見ていただけたら嬉しいです、はい、はい、ね。で、私ね、今日はチャット見ながらも、はい、配信していきたいと思いますけども、いや、もう早速いろいろメッセージをいただいてます。ありがとうございます。あの、ウラリエさん、さっきのね、はいはい、やつ、はい、手がプルプルしそうって。手プルプルしてます。こうなんですね。手プルプルしながら、はい、連射して何枚か撮って、そのうちの1枚選ぶ。あ、連射して、はい、ええー、とこ取りを。そうなんです、ええー、とこ取りでしてるんですね、はい、結構目上げるの好きなんですけど、いつもちょっとプルプルしてますね。あ、はい、で、あと食品サンプルみたいな。確かに、確かに、ありそうですよね。ありそうですよ ね、 そうですよね。あ、これもラーメンも。これもそうですね、ゴールデンウィーク限定 の、 あの水滝屋さんが、はいはい、あのゴールデンウィーク限定でラーメンを提供されてる。水滝屋さん。そうなんですよ。なので、あの栗の海胆寿司、めちゃくちゃ美味しいですね。あっさり風味ですね。そうですね、はい。またね、井川さん、これ復活しそうですよ。この文字の入れ方、ちょっとね、主張が激しいです。雑誌見ですよね、もう嬉しいです。すごい、なんか勉強されてるんですか。いや、勉強はちょっとしてないんですけど、はい、やっぱりこういうね、グルメ雑誌とか、あと駅のポスターとか見て、この文字入れの仕方いいなって思ったら、あの写真撮ったりして、あの携帯にそれをちょっと集めてます。ああ、はい、なるほど。で、参考にする。そうですね、はい。ちょっとネタ決めたらそれ見て、あ、この入れ方ちょっと真似させてもらおうみたいな。ああ、そうなんですね。雑誌のね、表紙飾ってもおかしくないよ。はい、岩さん、インスタやります？インスタ興味あるんですけどね、はい、なんかまだやっぱ自分も世代がちょっと、ね、はい、おじさん世代になってしまったんで、見たいですけどね、岩さんのインスタ。いや、なんとなくあのカテゴリー分けするわけじゃないですけど、40代以上ぐらいの方は Facebook をね、大体されてて、で20代30代でインスタ で、 で10代で TikTok みたいな分け方ありますけどね。また機会が変わります。はい、井川さんインスタ上げたらすごいことになると思います。きっかけはどうなんですか、インスタの。きっかけは、そうですね、私ずっとブログをやってたんですけど、はい、そこからまあインスタが流行り始めたんで、ちょっとビーファーなんですぐに、はい、切り替えて、はい、今のアカウント10年くらいやってます。わ、すごいっす、はい、じゃあインスタ始まって大体10年くらいですか。そうですね、はい。で、あの井川さん、はい、ワンちゃんをね、はい、いらっしゃるそうで、はい、その写真もご用意してる。あ、めっちゃかわいい。かわいらしいですね。井川さんやったらなんとなく大型犬飼ってるような感じなんですけど、はい、ここもそうですね、チワワですね、あの 黒いっていうか、あのチワワと、あとオーストラリアンラブラドゥードルっていう。お、かなり珍しい犬種。そうですね、はい、あんまり飼えないっていうか、はい、なかなか。あの誰が散歩してるんですか。自分が、はい、よくやってますよ、はい、まあ、自分か、まあ、妻も一応やりますけど、はい、井川さん持ったらもう、こんなになるね。確かに、ここはもう赤ちゃんみたいな。まあ軽いですよね、チワワの方は本当に 2. ちょっとしかないんで。軽いですね、はい、ただ大きい方はやっぱりもう十何キロってなんで。あ、はい、そうなんですね。力が強いんで散歩も大変ですね。仲いいですか、仲いいですか。あんまり話してちょっと危ないんで、あ、そうです、サイズ違うんで、サイズ違うんで、ということで、井川さんもね、散歩させてる姿にあまり想像できないような、はい、ね、気もしますけども、はい、皆さんもね、ひょっとしたらどこかで、街のどこかで、はい、見かけるかもしれませんのでね、はい、注意してみてください。まあ、でも井川さん、すぐ分かりますよね。そうですよね。まあ、そうです。でもあんまり人がいないとこを結構回ってるんで、はい、レアかもしれないですね。そうですよね。はい。
で、インスタのお話、現地で見てる人増えてきたということで、はいはい、会場はね、神戸ハーバーランドなんですけども、まあ、朝午前中はね、まだメリケンパークなんですけども、はい、朝午前中はね、結構まだパラパラっていう感じだったんですけど、はいはい、今見てても、ね、盛り上がってますね。人も来ていただきまして、ね、会場の方もね、並んで盛り上がってきてますけども、こういった祭りの雰囲気って、はい、グラディエさん久しぶりじゃないですか。いや、久しぶりですね。なんかテンション上がりますね。なんかちょっとこの後屋台とかでご飯食べたいなと思って。ねえ、どうですか、はい、この会場はですね、はい、残念ながら飲食が できないような状況なんですね。で、まだあの、はい、コロナ対策で、はいはい、でもね、たくさんブースあるんで、はい、ぜひ立ち寄りたいですね。そうなんですよ。いろんなね、ステージもありまして、はい、ダンスとか、それから歌のステージもありますし、はい、いろんなイベントもやりますし、ね、明日もあるんですよね。明日もあります。今日と明日2日間で、はい、朝10時から、はい、夕方の5時まで、はいはいはい、やっているということですので、まあ、明日はね、天気も完全に、はい、良くなるみたいなので、はい、今日もね、全然朝から雨のことも降ってませんし、今からでもね、来ていただいて、このブースの前に来ていただいても全然いいですので、はい、ぜひお越しいただきたいなと思います、はい、さて、キャッチプラスの特別配信ということで、はい、キャッチプラスのね、宣伝もバンバンしていきたいなと思ってるんですけども、キャッチプラスは去年からスタートしまして、毎週月曜から金曜日の夕方5時から1時間、前半が地域情報、後半がニュースという形でお送りしているんですけども、お二人には前半の地域情報の部分で出演いただいております。で、グラリエさんはこの4月から金曜レギュラーとして出ていただいてますけども、実際どうですか、出てきて。いや、もうなんか周りの友達とかにすごいなんか有名人扱いされて、はい、そうなんですか。嬉しいですけど、恥ずかしいですけど、でもなんか地元のね、こういうサンテレビで出演させてもらってすごい嬉しいです。いや、我々もね、ウラリエさんのこのインスタグラムの情報であったりとか、ウラリエさんが感じた情報をですね、はい、この画面を通して伝えていただけたらすごく嬉しいです。あとやっぱりね、キャッチプラス出させていただいて、はい、やっぱ阪神全然詳しくないんで、うんうん、でやっぱ試合見に行ったりとかで、はいはい、阪神タイガースのすごい興味が、うん、はい、ました。ああ、そうなんですね。はい、いや、森川さん、こうやってね、ちょっとずつそうですね、取ってくれていくそうですね、嬉しいですね。ちなみに、はいはい、この前ね、甲子園行かれた、はいはい、そうですけど、ね、はい、もうどうでしたか。その時はご飯を食べながら、楽しみながら観戦させていただきました、うん、で、しかもその時買ったんですよ、観戦が。そうなんです。今年ね、はい、負けずの後に多い中、はい、貴重な勝利。そうです、しかもなんか阪神買ったら、なんかトランクトラホー、トラホー、トラホー、はい、そう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 。それはフォロワーさんに教えていただいて、ああ、そうですね。トラホー、ツイッターとか結構、はい、こう勝った時さ、はいはい、トラホー、トラホーなるんですね。いうことだけつぶやく人も、はいはい、はい、そう、ちょっと阪神用語もちょっと覚えていきたいなと思いました。そうそう。ちなみに同じ関西のオリックスが勝った時はオリホーです。あ、そうなんですか。はい、なんかホーって言ったら喜びを表す。これが使いたいです。ね、井川さんがまだオリックスとか阪神プレーされている時で、そんなことはあんまなかったですよね。そうですね、トラフォーはなかったですね。最近なんですかね。最近だとここ数年ですかね。誰が始めたんか ね、 そうですね、分かりませんけど ね、 ね、まあ、でもやっぱり流行に敏感、はい、井川さんだけそこに反応してる、見に行きたいですね、ぜひ。はい、で、井川さんは木曜レギュラーとしてご出演いただいてますけども、はいはい、井川さんの、ね、新コーナーが4月からできたという、はい、そうですね、スター食材っていう感じで、はい、そう、どんなコーナーなんですか。そうですね、一条さんと宝塚の一条さんと、はい、自分がその土地に行って、美味しいものを食べるという作ってた、はい、そうそう、宝塚の元スター一条あずささんと、タイガースのスター井川圭さんが兵庫県内のスターな食材を探し求めて収穫からやっていく。あ、そうなんですか。そうです、はい、物を取ってそれを最後調理して、調理して、はい、で食べる。いいですね、楽しそうな感じで。で、1回目はどこに行かれてるんですか。玉ねぎですね、はい、1回目は玉ねぎですけど、はい、これこの道これは2回目のタケノコですね。タケノコですね、はい、ジローさんとね、タケノコ、そうです、タケノコを掘って、掘って、掘ってまあ、砂漠っていうか、調理する。これ、ジローさんのファン的に大丈夫ですか。この写真、この写真大丈夫ですか。すごい美味しそうに食べて入りますね、うん、そうですね、もう竹やぶで、はい、こんなとこに入ってんだっていうのを、はいはいはい、
掘り当てるっていうか、楽しそう。タケノコ美味しいですよね。美味しいですね、旬なんで、はい。結構ね、井川さん丸かじりとか多いんですけど。そうですね、いや、そうですね、丸かじり、玉ねぎもそうですし、そういえばそうですね、タケノコもアワビも全部。アワビもですか。アワビも来たまま、はい、丸かじりです。すごい、はい、1回目が玉ねぎで、2回目がタケノコで、3回目がアワビ、アワビ、で、4回目のロケはまもなく行くということで、これも楽しみにしてます。玉ねぎの時はどうだったんですか。あ、なんか結構井川さん上手に収穫されてた。そうですね、あの大きさとか見分けるっていうかな、まあ、なんかすごい分かるっていうか、でもその収穫の時すごい大雨だったんですよ、はいはいはい、でも一条さんがなんか晴れ女ということで、だから本当に止んで、その、はい、あの撮影っていうかできて、はい、すごいな。そう、だいたいロケの前の日とか結構雨のことが多いんですけど、当日はもう全然大丈夫です、はい、で、玉ねぎ料理は井川さん何を作られてるんですか。ですね、自分はあの蒸すやつですね、はいはい、あの、まあ、何ですか、こう格子状に切って、あ、なんですかね、豚バラを巻いて、はい、レンジでチンして終わりです。シンプルにでも、はい、切り目入れて豚バラで包んで、そうですね、はい、どんなお味でした。いや、もう本当シンプルにその豚の脂と、あと玉ねぎのこうシャキシャキ感というか、はいはいはい、まあ、それが残って美味しかったです、ね、うん、食べたいですね。多分ね、浦井さんもいろんなお店行かれて、はい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 、多分淡路島のね、新玉ねぎとかも食べると思うんですけど、はい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 、多分丸ごとの料理とかも多かったです。そうですね、あの玉ねぎのスープとか、うん、そうですね、やっぱりグリルしたりシンプルなのが一番美味しいですよ ね、 そうですね、玉ねぎね、はい、確かにそうですよね。淡路島の玉ねぎやっぱ甘いですよ、うんうん、甘みがなんで、そのまま素材がちょっと生きた味わいになりますね。いや、あの僕もあのキャンプロケ去年のコーナーであったんですけども、はいはい、本当にレスティに玉ねぎボーンって入れて、はい、コンソメスープで、ね、温めて、はいはい、で蒸したらすごい美味しかった。やってみたいですね。もう簡単なんで、ね、そのまんまできますので、はいはい、本当ですか。リガーさんがね、またあのキャンプロケも一緒に行ったことあったんですよ。キャンプロケですね、はい、もう手先が器用で、いやそんなことないです。いや いや、包丁さばきも一条さん、はい、割とね、はい、ざっくり男っぽくやれるんですけど、井川さん繊細です。まあそうですね、細かくっていうか、はい、まあ、一条さんのちょっと修正点というか見ながらやってましたね。はい、ね、ということで、コメントもいただいておりますけども、はい、食材図鑑のコーナー面白い、ありがとうございます。ね、あとは、はい、あのスタッフの皆さんもいらっしゃってます。はい、私のすぐ横にね、はい、います。ということでね、はい、岩さん、3回目がアワビということで、はい、アワビ丸かじりしてたんです。そうです。硬くなかったし、いや、柔らかいですね。柔らかいですね。で、本当にこう、肝とかも全部丸ごと食べるんですけど、はいはいはい、昆布しか食べてないんで、はいはい、もう全然臭みがなくて、はいはい、ね、本当にその磯の香りと、はいはい、塩っていうか海の塩の味、はい、そうですね、十分美味しいですね。そうそうそう、あの上町のね、霞の方に行かれたんですけども、はい、あの今アワビを養殖されてる方がいらっしゃって、すごいですね。そうなんですよ、霞で、はい、アワビってあまりイメージない、ね、なんかもうカスミってカニイメージなんで、ね、はい、5月いっぱいまでね、カスミが楽しめますから、そうです、ね、アワビも食べられる、アワビも食べたいですね。で、養殖だからこそ、はい、臭みがない、あ、そうですね、はい、丸ごと、丸ごと、はい、もうちょっと一回丸ごと食べてみたいですね。なんかついついバター焼きとか頼んじゃないですか、アワビとかって、ね、そう、生アワビ美味しいです、ほんとに、はい、でももうあれですよね、はい、塩水のその塩辛い感じ、はい、はい、もう本当に歯ごたえと、はい、もう味もしっかり、いやでもね、一条さん噛み切れてなかったからいや、やっぱり皆さん厳しいと思います、丸かじりは井川さんもちぎってましたもんね。そうですね、食いちぎりめっちゃ豪快ですね。これがね、ちょうどその時のね、はいはいはい、あの動画なんですけど、アワビって昆布を食べるということも、はい、この時僕も初めて知りました。はい、いろいろね、あのコーナーではこういうしっかりと説明もしてますので、ね、兵庫の美味しい食材、これからもどんどん井川さんが収穫されていきますので、ぜひ木曜日注目していただきたいと思います。
で金曜日は、基本的には中継でね、いろんなお出かけスポットを紹介してますけども、はい、グラリエさんでもそろそろ、はい、中継の、そろそろちょっとデビューしちゃいます、行っていただきたいなと思います、はい、楽しみです。どこ行きたいですか、どこ行きたいですかね。なんか紹介したい店も気になりますもんね、神戸、うんうんうん、そうですね。でもなんかあの文句方の近藤学徒さんいらっしゃるんですけど、学徒さんと初めて最後にお会いしたんですけど、そこで行ったあの神戸の人気のピザ屋さんがあるんですけど、そこちょっと行きたいなと思ってます。そこ、行きます。あ、行くんですか、イエーイ、はい、楽しみ。あの今度はあの、はい、オラリエさんと近藤学徒さん、はい、何日でしたっけ、はい、20日の金曜日にあのスタジオでご一緒していただく、はい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 、その時にそのおすすめのピザのお店、中継で行く予定にしてますので、はい、あのお店の方とすごく仲が、はいはい、そうですね、うん、私はあのなんかたまたまあのインスタ見てくださってて、はい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 、で学徒さんすごいもう常連さんなんで、めっちゃ仲良くさせてます。ああ、そうなんですね、はい、じゃあ、 あのお二人にこう、はい、カメラを手動していただいて、コントロールしていただいて、はいはい、ここにこんなんあるんですよとか、こういうメニューがいいですよとか、ぜひぜひ。なんか GACKT さんがすごいツールなんですよ。ほうほうほう、はい、で、なんかあのチーズのなんかセレクトもなんか3種類の5種類とか、はい、なんか食べ方とかもすごい教えてくれて、はい、ぜひ2人で盛り上げて。で、近藤学徒さんで前、井川さん一緒に、そうですね、一緒に、はい、共演していただいて、はい、どんな印象でした？いや、よくね、元サッカー選手なのに、すごい饒舌に喋りますし、そうなんですね、すごいね、あの笑いとかもやってらっしゃる、そうそう、すごいですよね。そう、あの学徒さんは実はあの、ヴィッセル神戸のね、元選手ということで、その後、まあ、いろんなチームで行かれて、あの引退されたんですけども、その後ね、吉本興業で、吉本はい、入られて、で、R1 グランプリの準決勝まで、すごくないですか、行ったこともあるという経歴なんですよ。そうですね。で、お会いされたのは最近。そうなんですよ、ちょっと共通の友人がいて、でちょっとあの本番前に一度お会いしたいなと思って、はい、あの一緒にランチさせてもらったんですけど、はい、スキンヘッドでしたけど、第一印象どうでした？そうですね、顔ちっさってなりました、はい、顔ちっさってなりました。確かにそうですね。ガクトさん、こう結構スマートな、スマートですね、はい、で一緒にちょっと最後写真撮らせてもらったんですけど、はいはいはい、顔小さすぎて、はい、ちょっと後ろ下がりました。、はい、いやでも裏切さんは別に顔大きいわけじゃないですけど、それでも後ろ下がるぐらい、はい、小顔で、はい、ね、井川さんはガクトさんの第一印象どうですか？そうですね、いきなり帽子かぶられて、はいはいはい、すごい格好できたんで、そうすごいなと。いや確かにね、その時ハットかぶって、はいはいはい、で、パーカーやったんですよね。そうですね、緑のパーカーやって、はい、ガクトさんスタイルですね。そうそうそう、もう普段通りで来てくださいって僕らの方でお願いしたんで、はいはいはい、それがこう、ガクトさんもいろいろなんかされてるみたいですね、はい、そうですよね、なんか新温泉町の環境を最初に、ね、そう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 、つい最近 ね就任されたんで、ちょっとラジオも出演されてますもんね。そうそうそう、ラジオ関西さんとか、あと ECFM さんもね、番組を持たれているとか、そうですね。いやもう本当にね、はい、4月からね、はい、出演者の方も結構いろいろ様変わりしましたけど、いろんな個性がね、はい、出てきているということで、各曜日ね、それぞれ特徴ありますので、皆さん、ぜひ各曜日チェックしていただきたいなと思います。月曜日はちなみにですね、小林由里子さん、陸上の元選手で、オリンピックにも出られたことがあります。須磨学院出身で、はい、その当時から、注目されてまして、で高校生の時に 1500m の日本記録を更新して長らく日本記録保持者だったんですけども、去年田中のぞみ選手が同じ小野市出身の方が出てきて、一気にそれを振り返って、でオリンピックでね8位入賞って、もう日本人としては快挙を成し遂げるというような流れがあるんですけど、月曜日は小林さんを振り返っていただいて、で火曜日は美容の先生、人民先生。気になってました。あ、そうなんですか。気になってました、はい。はい。もうめっちゃ白いです、ね。あ、そうなんですか。はい、うわー、教えてほしいな、いろいろ。
ね、はい、岩さん美容に興味あります？美容ですか？なんかほど遠いですけどね、今の方がね、はい、興味あると思います。あ、そうですね。あ、こちらがね、あの火曜日のメンバーなんですけど、ね、あのディーン先生が基本的にはスタジオレギュラーで出演していただいて、であの藤崎マーケットの田崎さんがお買い物55という道県内の観光地であるとか商店街を巡ってお買い物をして街を盛り上げようというコーナーがね、新しく4月から始まりましたけど、田崎さんも出ていただいておりまして、田崎さんもね、ラララライ、え、覚えてますよ。覚えてます。最近ね、番組で出さないんですよ。あ、そうなんですか。ラララライしないんですか。ライで、最近またね、コマーシャルに出るようになって、はいはい、また再現していったら、はいはいはい、ゴーゴーって言ってください。お買い物ゴーゴーなんです。で、田崎さんも、はい、今週火曜日、スタジオに来ていただきますので、ね、はいはい、また、神戸市内の水道筋商店街。水道筋商店街いいですね。結構行かれますか？ちょっと行きます、はい、あの野菜めっちゃ安いですよ。ああ、はい、そうなんです、ね、はい、あと豆腐屋さんの豆乳、黒ごま豆乳がめっちゃ美味しくて。黒ごま豆乳、黒ごま豆乳、豆腐屋の名前ちょっと今パッと忘れちゃったんですけど、はいはい、そのままでちょっと食べるんですけど、豆乳と黒ごまの豆乳があって、黒ごま豆乳がすごい、ちょっと甘みが美味しいんですよ。黒ごま豆乳、はい、まあ、ごまのね、はい、いい風味が、風味があって、なんか井川さん体に良さそう。そうですね、興味ありますよね。そうです、はい、飲んでみたいです。また買ってきます。で、じゃあ美容にはまあもう一つですけど、はい、結構その食べ物とか、そうですね、こだわりあります。まあ、健康にいいものというか、今自分ちょっとあんまり体調が、体調っていうか、はい、体格が良くないんで、はい、もっとこう、はい、いいものを食べたいなと思って。井川さんやったら何度でもね、いいもの食べようもんな。そうですよね。何が好きなんですか？あの魚系が好きなんで、はい、かわいいですね。そうです、寿司とかそういうのが、いいところがあれば。いや、知ってるでしょ。いや、あんまり神戸で全然出会わないんで。あ、そうなんですか。全然わかんないですよ。まあ、選手時代っていろいろ遠征行くじゃないですか、はいはい、そこで美味しいものとか食べに行ったりしなかったですか？そうですね、あの遠征先では行くんで、この神戸以外はなんとなく知ってるんですけど、はい、神戸は、はい、食べに行かないんで。あ、そうなんですね、はい、まあ、基本的にはね、もうこういうご時世ですから家で食べることはね、多くなったと思うんですね、はい、じゃあ、選手時代に、はい、ここはうまかったなとかっていうお店とか、パッと思い浮かびますか？そうですね、パッと思い浮かびますけど、なんか地方地方で美味しいのいっぱいあるんで、そうですね、この近辺なら、まだ和光寿司って言ったら、はい、尼崎の、はい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 、あそこは、はい、和光寿司、創作寿司っていうか、はいはいはい、結構タイガースの選手も、そうなんですね、行くんで、はいはい、それで行ったことありますね、はいはい、それこそなんか新庄さんと一緒に行った時もありましたね。そうなんですか、はい、ここは、はい、じゃあもう2000年とか1999年とか、そうですね、このぐらいの時代、はい、そうなんですね。ちょっとここ行ったら選手に会えるかもしれない、阪神の。そうですね、ひょっとしたらお忍びで来てるかもしれませんけどね。井川さんはね、海外の経験もありますけど、はい、海外の寿司って実際のところどうなんですか？あ、そうですね、ニューヨークはやっぱりレベル高いですよね、はい、日本人も多いですし、はい、高級寿司店もたくさんあります、はい、地方はちょっと、はい、怪しいっていうか、チャイニーズ・ジャパニーズみたいな、でこう海もない地域なんで、ちょっとこうカリフォルニアロールとかそういうのしかないっていう感じですよね。あ、なるほどね、はい、で、はい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 、OK、わかりました。で、水曜日のご紹介していきますと、水曜日は部活中継というか、はいはいはい、県内の高校の部活を若手のお笑い芸人に紹介していくというコーナーなんですけども、はいはい、今のところ4月は松竹芸能のハイアウトという女性の2人コンビと、で男性のブルーウェーブという2人でコンビに出ていただいてるんですけども、はいはいはい、結構ね、年齢がこう近い化して、その高校生たちもすごく親しんでくれてましてね、はいはいはい、結構部活中継も盛り上げて、ね、放送してるんですけども、はい、私の母校も行っていただいてるみたいで、はい、私山手女子中高出身なんですけど、行きました、行きました、はい、はい、陸上部、はい、そうですよね、はい、去年のリレーカーニバルで初めて優勝したということで、はいはいはい、そうなんですね、母校が出てきてちょっと嬉しかったです。ああ、そうなんですね、はい、
あそこの出身。そうなんです。陸上は部活はいなかったということでね、はい、あの県内の部活も水曜日には、はい、いろいろ紹介していきますので、はい、でサンテレビでは、はい、出たいという高校生たちも募集してますので、はい、ぜひサンテレビのホームページに応募フォームがありますので、はい、次戦打線は問いませんので、はい、ぜひお送りいただきたいなと思います、はい、その他説明してもらってるんで、はい、書いてもらいます。わかりました。じゃあ今からですね、スタッフの方からお二人にお絵描きのクレヨンと、はい、じゃあテーマどうします？じゃあ井川さんは食材コーナーがありますので、はいはい、まあ、その収穫した食材をテーマに絵を描いていただくと、はい、わかりました。ということで、ウラリエさんはどうしましょうか？行きたいロケ先の食べ物かな、そんな。なるほど。じゃあ、ウラリエさんが今後中継もし行ったとして、こんな食べ物を紹介したの、なんか思い浮かびます。ピザ、ピザ、うまいですか？ちょっとあんま自信ないですけど、いや絶対うまい。画伯の横でちょっと絵は描かれないですけど、ちょっと描いてみたいっていう、はいはい、かつてね、井川さんはボックス席2のコーナーで、はい、結構ね、はい、上手な絵を毎週描いて、上手じゃないですよ。期待じゃん、これ。あるんですか？じゃあちょっと開けます。あ、はいはいはい。これがちなみに井川さんがこれまで描いていただいた絵なんですけどね。あ、これ出したんだろうな。あ、はい、こんな感じです。はい、タイガースと相手チームのスコアを予想しながら、なんかこう、その日のテーマに合わせて絵を描いていただいた。これちょうど9月ぐらいやったんですよ ね、 そうですね。めっちゃ上手ですね。でこれは名古屋ドームということで、名古屋城、名古屋城。これ何もミント書いたんですか？いや、見て書けた。でもすごいですね。これはね、上条武さんですね、はい、その日にご出演だったんです。そうですね、はい、これ絵の木や、ピザ、はい、ピザ、ちょっとすごい、ここでその日ピザ紹介してたんです。そうですね、はい、で、これは市川さん、はい、女と男の近さ、はい、アイアンのね、はい、町ですよ、ね、はい、に近い町が。で、和田ちゃん、はい、ヤクルト持ってるよ。うまくないですか？めっちゃうまいです。ちょっと私いらないじゃん。これはすごい。これね、橋本さんです。橋本さんじゃないですか？うちの、はい、めっちゃ似てる、色黒。そう、はい、4つぐらいはね、もう黒毛だろうね。上手。もうね、阪神がトラで、はいはいはい、巨人がね、ジャビットっていうキャラクターがいるんで、ウサギ。うわー、画伯やばいっすね。画力がめっちゃ上手くなって、思ってた以上に上手でびっくりしました、はいはい、ということで、じゃあ湯川さんには、はい、玉ねぎと、はい、タケノコと、はい、アワビ難しいな。難しいっすね。生で描いていただきます。で、オラリエさんもピザとか、さっきのパスタどうですか？パスタやってきましたけど、このパスタ、はい、パスタ書いてみます。はい、じゃあこれ見ちゃいけないですか？あ、そのままでイメージで、イメージで、やばいな、はい、ヒガさんね、いつもね、スマホでその画像を見ながら書いてくださるのはもう、なしで、なしで、なしで、そんな感じになるのか。はい、じゃあお二人にお絵かきをしていただいている間に、番組のいろいろ見どころなんかも紹介していきたいなと思いますけども、ちょっとチャットも覗いてみましょうかね。なるほど。先ほどね、最初じゃなくて、そうですね、現地太陽が出てきたことで、そう、晴れてきたんですよ。で、このブースに結構太陽当たってね、暑くなってきたんですよね。かなりこう、僕半袖ですけど、お二人ちょっと長袖なんで、はい、暑いです。暑いですよね。暑くなってきましたね。暑くなってきました。太陽出てきました。もうこれから明日までずっと晴れ続けると思いますんでね、はい。で、そうテントの日差しも映ってるかなと思って、もうそう、だいぶね、日差しも入ってきましたね。で、井川さんの手にお絵かきセットが、はい、お、もう玉ねぎ完成します。こんな感じですよね。井川さん、展覧会やって頑張ります、はい、見たい。
ね、だいぶ暑くなってきましたけども、あ、そうそうそう、ジン先生のね、ご紹介していくときビューティーっていう声もいただきましたけども、そう、火曜日のジン先生が必ず登場するときにね、ビューティーって言って入ってくる。で、そのビューティーの言い方によってその日のテンションが分かるっていうのもありますんでね、皆さん注目していただきたいと思います。はい、で、タケノコに、かなり苦戦しております、岩さん。タケノコ思い出してください。はい。あ、ホラリエさん、早い。いや、早いんですけど、全然もうちょっと。あ、どうですか、ね、おー、うまい、うまい。うまい、うまい。そちらのね、発表していただきますけど。で、金曜日なんですけども、金曜日、あの、ホラリエさんとか、木山さんとか、で、それから、あの、井川さんはね、ボックス席数があるときに来ていただいて、今度はさせていただいてますけども、まあ、主に週末の、お出かけ情報だったりとか、中継でお伝えすることが多いなというような曜日になっております。まあ、金曜日はね、もう週末らしく、明るくお伝えしていきたいなと思います。で、月曜日にあの言い忘れてましたけども、兵庫良いところ、兵庫ぐるっと良いところ、自分でやってるコーナーやるんで、兵庫ぐるっと良いところリレーというコーナーがありまして、県内41市町の市長や町長にお越しいただいて、その市や町の魅力を、たくさんお伝えいただくということで、月曜日はね、小林百合子さんとともにお伝えしているんですけども、もうすでにですね、去年の10月から、よいとこリレーは始まってまして、4月からよいとこ中継というのを加えているんですけども、半分以上30市町ぐらいまで行きましたので、もう残り夏の終わりぐらいにはあの全部紹介し終える予定なんですね。これも結構あの市長町長があの自らの口でその町の魅力を伝えていただきますので、あ、そんなこと知らんかったわ、そんなところあるんだねとかっていうね、結構こうあまり表に出なかったような情報も出てきますので、そちらもねあのチェックしていただきたいというふうに思いますね。観光情報ももちろんですけども、街の取り組みであったりとか、でいろんな人たちが出てきますので、よいとこ中継が4月から始まってまして、橋本アナウンサーがのグリーンのね、スーツ上下身にまといまして、結構県内くまなく回っているんですけども、この前あの高町で滑り台、253メートルですかね、兵庫県内で一番長い滑り台を紹介したんですけども、あの中継時間の5分ぐらいで、滑り台上から下まで、なんとかたどり着きましたね。下に高町のマスコットもキャラクターと待っててくれるかもしれない、まあ、そういう面白中継をねやっていきたいと思いますので、ぜひ橋本アナウンサーのグリーンのジャケット、夏場になったら着るのか脱ぐのかっていうようなところにも注目していただければなというふうに思います。さあ、そうこうしている間に、井川さんとラリエさんが会が完成しましたので、こちら橋本アナウンサーね。ではあの、もう大丈夫ですか、見せて。はい、大丈夫です。じゃあまず井川さんからいきましょうか。はい、お願いします。はい、これまでスター食材図鑑で収穫した、はい、玉ねぎとタケノコとアワビがちょっと怪しいですよね。これがアワビって普通なんか裏側見てるじゃないですか、はい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 、これ表側ってあんまり見たことないと思うんですけど、はいはい、あの触覚があって動くんですよ、その珍しい方の、はい、ウィッカーっていうか、ちょっとカメラさん寄っていただけますか。こんな感じですか。はい、はい、こんな感じです、ね、アワビに触覚があるっていうね、この前の映像で僕も初めて見たなっていう。玉ねぎもちゃんと葉っぱついてる。そうそう、収穫する、そう、玉ねぎが大きいか小さいかの見分け方もあるんですよね。そうですね、あるんで、はい、はい、ということで、はい、続いてはウラリエさんのさっきのちょっと紹介させてもらった麺、おしめんということで、絵にまで文字入れてしまいました。あ、かわいい、かわいい、はい、これちょっとあの生ハムがね、乗ってて、でこれ卵黄ですね。今回ほんまにこんな色なんですよ。あ、そうでしたね、さっきの写真でもね。そうですね、ちょっと持ち上げてる感じで、ちょっと今カンペであの、はい、ガクトさんの顔も入れてってきたんで、はい、ちょっと卵をガクトさんのちょっと、はい、カットこんな顔になってますね。ガクトさんっていう、はい、ちょっと全然似てないですけど、うわ、
もうスタッフの無茶ぶりに綺麗な返しをしていただきまして、ガクトさんも入れちゃいました。ありがとうございます。はい、今度ガクトさんこんな感じの。もっと大きくなりたい。ね、ということで、でパスタもね、これうまいことこう、はい、さっきこうくるくるってすくい上げていただいてたの。ダブさが目立つんですよ、井川さんのに比べたら。いやー、お二人の絵画です。はい、井川さん、だいぶ。いや、もう全然綺麗ですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。この奄美、なんで緑なんですか。これ、緑とかあるんですよ。奄美、緑のとかあるんですか。うちの地ですね、あの、はい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 、体の背中の部分にあるのを表現したかったんですけど。これなんか甲羅の部分ですね。そうです、甲羅というか。甲羅の部分ですね。うんうん、はい、すごい細かいですね。なんかアワビの触覚だったり、この玉ねぎ、あの竹の子とか玉ねぎのヒゲまでちゃんと、ね、そうですね、はい、やっぱちょっと細かいところまで、ちょっとすみません、まだまだちょっと勉強が足りなかったです。皆、はい、さん、実はね、両手で描けるんです。見たいです。両手で描いてみます。両手で、じゃあなんか、顔を描きましょうか。顔が、どうぞ、橋本アナ。じゃあ橋本アナのちょっと画面に出してもらいます。描いてるシーン、橋本アナウンサーの顔を画面に今出しますんで、はい、それ見てこんな感じです。逃げます。逃げます、はい、両手です。両手で、どういうことですか。井川さん、基本的には左利きなんですよね。はい、そうです。ただ右も使える。ちょっと右でいっちゃいます。井川さんが生似顔絵サイズ。で、私も実は左利きなんですけど、あ、そうなんですか。同時に右とか書けないですけど、すごいすごいすごい。こんな感じです。同時はちょっと部分が違うと難しいです。お顔の形からもうね、橋本アナウンサーね、割と目鼻が一番はっきり書いてますよね。絵に描きやすい、ね、描きやすいですね。こうやってね、いつも書いてくださってるんですね。いやすごい。じゃあ、ウラリエさんも両手書きちょっと挑戦してみます。両手書きってすごいですね。あ、絵が変わった。いやー、爽やかですね。いや、実はね、昨日あの僕、ボックス席の放送予定だったんですけど、残念ながら横浜スタジアムのサンテレビボックス席、試合が中止になりましたんで、ボックス席にやってくることができなかったんですけども、昨日橋本アナがね、実況の日だったので、上げて流れてしまったと。で、昨日はね、青柳投手が先発、横浜先発だったんですけど、また青柳投手が雨で流れてしまいまして、なんかね、聞くところによると、タイガースで今のピッチャーの中で最多らしいんですよ、雨で登板が流れたら。あんな分かりの中で、青柳投手が十何回目だったらしいんですよ。新聞でちらっと見ました。すごい珍しいですよね。珍しいです。本当にね、青柳投手の登板日って、はい、まあ、金曜日がお天気的にそういう周期なのかもしれないですけど、まあ、なんか小雨が降ってたりとか、はい、雨で中止だったりとか、はい、というのがね、ここ2、3年ずっと続いてるんです、ね、調整が難しいですよね、そうなんです。そうなんです。だからもう雨で中止のことも結構あるんで、青柳投手自身はもう多分慣れてるとは思うんです。はい、井川さん、どうでしたか。雨で流れたときは、まあ、スライドはできないなっていう感じですね。スライドしないで、もう一日後に回してもらう。あ、はい、あ、じゃあ、そのもう結構早い段階で分かってたとしても、はい、そうですね、はい、早い段階で、ね、分かってると、試合と決めの投球練習しないので、はい、次の日にもまた投げるってことはあるんですけども、井川さん、なかなかそういう調整は難しい。そうですね、できないですね。もう全部その試合に向けての調整を1週間してるんで。うん、なるほど。全部ちょっと修正しなくちゃいけないというか。そうなんですよ、先発ピッチャーというのはね、はい、1週間に1回登板なんですけど、はい、それに向けてもその他の6日間は調整ですね。もう全部トレーニングから、はい、計算してやってます。やってるということで、はい、では井川さんに橋本アナ書いていただきましたんで、ちょっとすごい雑ですけど色味がすごい雑です。すいません、顔の色は合ってますね。はい、はい、はい、ということで、はい、両手書きの井川さんの橋本アナウンサー。はい、で、ウラリエさん、早いですね。書いてみたんですけど、はい、おっさん書いてみたんです。初めて書いてみたんですけど、いや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 、うまいですよ。ちょっとまだまだですね。いや、でも雰囲気は出てますよ。わかります、おっさんって。わかります、はい、わかります。
ちょっと。いや、だってパッと見た感じめっちゃ似てますもんね。あ、本当ですか。また練習しています。これじゃあチラチラ今見ながら、そうですね、あそこのパターンとか見ながら、はい、あそこにね、ブースのパターン見ながら、はい、いや、それにしてもやっぱり大丈夫ですか。上手です。ありがとうございます。また英勉強しておきます。ねえ、さすがもう本当にブラリエさん、インスタでもね、いろんなセンスを見せていただいてますので、はい、で、ですね、橋本アナ、イログロをわらわらみたいな感じでね、まあ、これから夏は向かいますんで、橋本アナウンサーの顔の色もね、どんどん焼けて、そうですね、これぐらいになっていくんだなと思いますので、ね、はい、まあ、金曜日、月曜日ですね、月曜日のよいとこ中継、毎週、橋本アナウンサー、レギュラーで出てますので、そちらもぜひ、というふうに。ということをしてますとですね、はいはい、あっという間に1時間ということです。あ、もう1時間ですか。早いですね。そうなんですよ。お二人の出番で、ね、もうあと間もなくというところなんですけども、はいはいはい、改めましてブラリエさん、はい、まあ、これからもね、キャッチプラス出ていただきますけども、はいはい、どんなことしたいとか、はい、こんな風にやっていきますっていう、その意味をちょっと一言いただきますか。そうですね、私も結構神戸住んで長いんですけど、やっぱまだまだ知らない場所もたくさんあるんで、番組を通して神戸を盛り上げていきたいですね。ああ、もうぜひお願いしたいなと思います。ブラリエさんは知らんところはまだまだあります。もう全然、ね、こんなとこあったんやとか、まだまだ行ききれてないです。でちなみにインスタ10年で、はい、大体でいいんですけど、はい、何箇所ぐらい行ってます、ね、何箇所行ってますかね。今投稿で5000何百投稿してるんですけど、まだまだ写真もちょっとアップしきれてないのですね。何箇所行きましたかね。ちょっとまた見ときます。5000ってことは、まあ、少なくとも5000箇所ってことですね。そうですね、見てますね。同じとこも何回か載せるんですけど、まあ、できるだけ新しいとこ載せて、5000箇所回ってる。5000すごいですね。はい、回るのも大変ですけど、お金も大変ですよね。そうですね、本当に本当にちょっとお仕事頑張ります。いや、だって浦井さん毎日どっか行ってあるんですか。毎日外食なんですよ。そうなんですよ。なので。すごい。はい、いやすごいですね。もう本当にね、そういった情報ね、またキャッチプラスの方でも配信していただきたいと思います。出川さんもね、キャッチプラス2年目を迎えましたけど、はい、そうですね、スター食材っていうところで、まあ、いろんな兵庫県のいろんなとこ行けるんで、いろんな食材にこう出会って、一条さんと一緒に楽しんでいきたいなと思いますね。はい、また一条さんとのコンビネーションももうどんどん絶妙になっていく。もう一条さんが本当面白いんで、はい、僕は楽しませていただいてる、ね。ちなみにロケ車でね、結構長時間移動すること多いんですけど、どんな話してるんですか。もう本当宝塚時代のこう若い時の話とか、まあ、もちろん野球の話もしますけど、こういろんなこう、ね、問題があったりとか、はい、そういうのをちょっと聞いて、はい、宝塚の裏話とか、なるほどね、ここではもう絶対に言えない。公開できないよ。江川さん、タイガースの裏話とか。そうですね、まあ、選手ってどういう生活してるのっていう感じで、はい、まあそうですね、まあ、これもここでは絶対に言えないので、このあとね、裏にですね、またこっそり教えていただきます。進行を温めていただけたらなというふうに思いますので、でまた浦井さん、はいはい、金曜日に井川さんがね、はい、国籍数のある日は出ていただきますので、はいはい、一緒になることもあると思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。2人で、ね、盛り上がっていただければなというふうに、はい、ということで、前半の1時間、まもなくというなので、井川さんとラリエさんはここまでということで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今後ともキャッチプラス、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。